お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、新納金デッキってことで、まあこちらですね。はい。でまあラバルのガゴガゴじゃないわ。ラバル、まあガゴ、メガゴのガゴ群れ。で、ディガーの、まあこんな感じのね、なんか形の、ファイブゾップかなみたいなのあったんすよ。あったんすけど、なんかヤナハメザップ版も、なんかいるみたいで、そう、マルチでなんかこれに、ボコされたんすよね。で、ちょうどグラッチャレをやると、こんな感じでもう、ほぼ全部、あれですね、これに負けたんだ。負けて、そう。サンクラ、ほぼサンクラで全然負けてないんで、まだ30種類もね、意外とまあ形を作ってただゴリ押すだけなんですけど、全然勝てないこともないっていうので、そうですね、まあ全然、ね、強いのかわかんないんですけど、まあ言うて、まあ、サンクラ狙うだけの結構楽なデッキなんでね、はい、今回これを使っていきたいと思います。で、結構、なんだろうな。墓石とかもないし、なんだろうな。エリポンとかもないし、っていうので、意外と、こんな感じすることないことが、結構よくあるんですよね。しょっぱなにラバとかがないと、結構こんな感じで、グダグダなサイクルになっちゃうんですけど、まあ、それはもう、どうにかね。もうこうダメージ受けちゃうんですけど、まあ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 、もう、どうにかね、なんとか耐えていくしかないですね。意外ともうこの辺のダメアドも、結構後半になると、もうこっち形作ると、もうほぼほぼ確実に1個折れちゃうんですよね、タワー。だから、そんなに気にしなくてもいいですね、タワーダメージは。もう落とされない程度には防衛したいんですけど、よいしょ。で、陸が縦線とディガーだけなんで、結構縦線を裂くか裂かないかっていうのがすごい大事になってきますね。よいしょ。今、ホバリングとエリギだったので、で、このもう、あれですね。あー、最悪だ。工場は無視して、もうこれで多分、あー、待って。いやー、つらつらい。おつらい。おつらいですね。コウモリにザップ打ちたかったんですけど、回ってなかった。けど、相手が対空が結構少なめだから、これ。OK。で、このホバリングは一応防衛するか。いっていい。はい。で、まあ、こっからですね。サンクラだけ取られないようにして、左側サイドで合わせていきますね。OK。で、あのペッカは、まあ、正直美味しい。正直美味しい。これもガゴ胸で防衛して、ファイブとか来るとだるいんですよね。ポイズンか。OK。で、もうこれに、エレキにはディガー出たい。OK。ここ、スケ、あれが来てもザップ。ここでザップだ。コウモリが来る。ああ、来ないの？いや、OK、入った。一発入ったら、たまたまディガーとかでほぼ削れますし。OK。ヤナアメで落とせるな。ヤナアメで落とせるんだけど、怖いんだな。一回ラバ展開で、ユーの、あー、やばい。やめてくれ。待って！耐えろ。OK。OK。これも許容して、ユーの、あ、待って、やばいやばい。落としてない。危ない。で、受けて、メガゴで処理して、これ D が飛ばしたところで意味ないから、ここは防衛ですね、一回。いや、これ勝ちたいな。これ多分めちゃめちゃ相性いいと思うんですけどね。いや、陸がいないのがしんどい。これ一回ディガー受けですね。このバーバリアンを入れるのが良くない。OK。必殺バルーン防衛。まあ、なかなか攻めれないな。いや、待って、これチャンス。チャンス。やばい。やめて。まだ耐える。で、相手が結構調子乗ってポイズンを使ったら、ここっすね。よいしょ。で、あとは縦線だけ。おー、危ない！待って、勝った！来た。これですね。
相手が調子乗ってポイズン使ったから、オッケーグッドゲーム。危ねえ危ねえ、あの真ん中ホバリングが真ん中ホバリングがガガに向いたから助かりましたね。やばやば。なんかこのホバリングエレキのペッカもなんか流行ってるのかな。さっきも当たった。はい、でもまあペックに対してもっと楽に勝ちたいんですけどね、陸受けが意外とキツキツなんでね、まあなっちゃうんですけど、まあ、ヤラーメザップが結構今の環境にも意外と刺さってて、なんかギャング吹き矢とかコウモリの迫撃とかかもう結構多くて、意外とねこのヤラーメザップっていうツースペ採用があんま見られないんですけど、意外とこういうのがね結構刺さっちゃったりしてますね。よいしょ。これマジでな、困るんだよな、マジで困る、これねやばいくらい困るんですよ。だから一回防衛ディガーとかして手札をね整えていきます。これ相手あれですね、あの流行りのスケラですね。よいしょ。これな、後ろから縦線出してもうベビドラ出されたら終わりみたいなのがあるんですよね。これやばいな、これやばい、これだってグッドゲームじゃないよ。オッケー、いやこれ相手シャシャったよ、これだってこれ見て、勝った勝った、逆に勝ったよ。だって相手インドラだったからエレキないんですよ。あでもフリーズボーイだ、これシャギーンって、これずるいよな。これディガー飛ばしても意味ないな。はいはい、まあ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 、シャーなしですね。シャーなしです、今の。で、ここはもう、許容して、ディガーを、このラバの攻めで使いたいので、取ってきます。いや、今のな、今のが、え、エレキあったやん。え？あ、インドラないんだ。ん？インドラあったわ。ドラドラのエレキだ。え？ドラドラのアイスイーツじゃないんだ相手。え？やば。なんかびっくりなんですけど。で、これ美味しくないですか？でもこれは別にベビドラで防衛されちゃうんですけど、まあ、言うてね。いいよって感じ。で、これも多分、どんどん攻めちゃうと意外と相手はね、苦しい。あれ？あれねー。待ってくれよー。やばい。これはね、多分、きつい。単純にきついな。けど、オッケー耐えた。オッケー耐えた。耐えた、でかい。でかい。まだある、まだある、まだある。相手スケラだから、しかもフリーズだから、そんなに一気に持っていくことはできない。これ、ザップでリセットして、オッケー。で、このバーバリア無視して、え、歩くね？歩くね？いや、いや、ないわ。全くないよ。あーってやつだ。これはもうね。はい、終わり。これは無理だ。これ無理だ。スケフリー！そう、スケフリーがいたんだけど、これ、正直今の相手が、編成が珍しくねっていう。このドラドラのアイススイーズ。普通に考えてアイススイーズなところがエレキだったから、まあ、防衛されちゃった感がある。まあ、アイスイズの方がまた防衛されやすいみたいな、あるかもしれないけど、このドラドラのエレキっていうのが珍しかった。珍しかった。いやー、やだな、初負けだ。初負けだ。けど、まあ、今の相手がめちゃくちゃ一番相性悪いみたいなとこ、あるから、あれに結構勝てそうっちゃ勝てそうだったから、普通にありだと思うんですよね。そう。で、また最近多いのがババコヤで、ババコヤが多いんだけど、ババコヤの弱点が空が結構きついことなんで、まあ、そう考えるとまた刺さりますね。これ、ああ、これな、困るんだよな。コバリングでワンチャンのコウモリとかしかないこと願って、で、これも相手ファイボと三重子しかないから、オッケー。まあ、ファイボで防衛はまあいいっすね。そしたら今度相手このガゴムレが苦しくなるから、これにディガーをね、ちゃんと合わせてあげます。はい、でもホバリングもコウモリもファイボサイトから30子しかないんですよ。空が。
だから相手はこう頑張ってね、陸とかで頑張るしかないっていう形ですね。よいしょ、 OK。 でまあ問題が相手に三重子があるっていうことで、これファイボとかがないからどうやって突破するのっていうか、まあ、突破するというか、まあ、ゴリ押すイメージですね。もうこれね、このあの2体が結構厄介だな。逆だったな、ラバ展開逆でしたね。多分2体側をラバとユニットで受けて、右側工場とか来たら無視なんですけど、いやこれガゴムレで一応受けるか。でこれどっちかにディガー飛ばしたい。いやこれ右にディガーだ。あー待って、右側5打つんかい。これ左に今ディガー飛ばしてたら左が落ちてましたね。あれ、そんなターゲットある？でここに縦線を割くと U のとかがきついので、ザップで我慢。痛いな痛いな。けどまあもう右はねほぼおられてもいいレベルなんですけど、この U のぐらいだったら防衛ですね。もう三流士とかだったらほぼ無視でいい。左形作れば相手絶対止めれないから、でこれでもうバルーン釣れるのか。やばい、待って、これやばい。ワンチャンファイブでさ全部防衛されるかも。それが一枚だ。やばい、あー間に合わなかった。待って最悪だ。ちょっと待って待って、これ勝てるやつ、勝てるやつ、これ勝てるやつ。いや負けるやん、最悪だ。いや待って、これからのディガ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 、オッケー、あるワンチャンある、ワンチャンあるんだけど落ちる。オッケー、耐えた。ガゴ入る。あーあい、くっそー、マジかマジか。いやーやだなこれね。今のも勝てるんすよね。てか相性いいまである。このババコヤ三子はそう、このガゴマもいたんだけど、それサンクラの取り合いになっちゃうんだけど、相性がいいまである。相性いいんすよね普通に。いやー辛いな、辛い、普通に辛いけど、さすがに負けて終わるのはちょっと嫌だから。いやー6勝無敗だったんだけどな、さっきも7勝無敗だったんだけどな。おや良くないっすね。ということでラスト、これはもうでロイジャイ出してきたから合わせていきます。でもね、もっともっとタワーを許容した方がいいのかな。ダメージを攻めた方がいい気もするんですよね。これでも攻めすぎな気もするけど、あでも今ファイスペ使ったけど、これはさすがに守られるっすね。やばっ、ちょっと待って、ガンメタ並みに今のきつくね。これラバー、あでも違うな、ロイジャイとホバリング吹き合いやばくない？なんかホバリングめちゃくちゃ見るんだけど流行りですね。で、ヤナメファイスピか。ガゴムレとラバパピーが生きないんですよね。まあ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 。言うて、言うてですね。相手の吹き合いはヤナメで溶かせるんで、ホバリングがちょい厄介なんですけど、まあまあ。これしっかりちゃっちゃ処理したい。やばっ、何この子、何この人。オッケー、生きた、でかい。グッズアップしたい。あー、いやーきつくね。待ってよ待ってよ。さては7勝から3連敗説が出てきた。いやー待ってくれ、マジなんでや、なんでこんなのと当たるかな。違うんだけどな、12勝する予定だったんですけどね。とりあえず後ろからメガゴ出して、でも相手もファイスピーホバリング吹き矢、バルーンが意外ときついと思うんですよ。そうホバリングしかないから、だからちょっとラッパと距離開けて、この辺にファイスピー来る読みかも。あ来なかった。いやでもこれで、ここでちゃんと飛ばせばいいんだ。ターゲット変えて OK、 一発いた。この一発で OK、 倒した。 OK、 待って、なぜ残った君。
やばい、やめてくれ。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、オッケーオッケーオッケー、守った、いいよ。あと2000だから、あれが怖いな、ワンチャンあれが怖い。オッケー、まあ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 、一回丁寧守りつつ、まあ後ろからラバ出してロイジャイだけっすね。問題はキングの方が危ないかな、これで。多分後ろにあれが来るんだよ、あのボンバー。いえいえ全然違う。いや、守れる守れる守れる。相手ファイスピーコストない、ワンチャンザップで読む。おっ、あー、オッケー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 。で、この吹き矢は無視していい。オッケーで、相手ない、空がない。これディガー飛ばしたら相手は柳雨でパピー処理するけど、あら、待って待って、やばい、え、しない、来た来た来た、いけいけるいける、来た、俺の方が早い。もう一発、よいしょよいしょよいしょ、オーケー、あぶねー。あぶねー。やばいな。なんか、ホバリングばっかだな。ホバリングが、ここまでいると、ファイボー入れたくなっちゃいますね。まあ、やばい。2回に1回ぐらい。ホバホバ相手、ホバ相手、ホバ。みたいな。ね、吹き矢も多いし。まあ、だから柳雨が結構、いいんすけどね。っていうので、まあ、こちらのデッキですね。いや、12やりたいな。こっそりしてきます。多分負けそうですけど。はい。ってなわけで、まあ、迫撃が多かったり、今、吹き矢ギャングとか、多いんでね、この柳雨ザップ型も、まあ、全然、悪くはないと思うんでね。はい。ぜひ、こちら使ってみてください。というわけで、今回は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。